コデザインバラエティやばい、見てくださいこれ。うん、この名前は多分マネフォワードの方から梅もんに小包が届きました。ユニクロって書いてある。梅もんユニクロ大好き。ユニクロがないと全裸に近いぐらいの日があります、正直。まあ医療品だと思うんですけど、開けさせていただきます。ハサミをどうでしょう。この方のお名前は以前セミナーやお勉強会でテコデザインに向けてやってくださったお勉強会とかで何度かお会いして、大変明るい方でこちらまで元気をいただくような思い出があります。何だろうか。プレゼント方式？あ、なんか入ってる。え、なんだろうこれ。あ、これ納品書ね。これユニクロさんが入れた納品書。これメッセージも入ってるよ。あ、何？2つ入ってる。2つ。ちょっとちょっとちょっと。これ M サイズのこれ T シャツだよ。マニフォードって書いてあります。開けさせていただきます。UT だね、これ UT。ありがとうございます。そしてこっちは何？マニフォード。Move your life forward。かっけー。ありがとうございます。私このメッセージがめっちゃ嬉しいんですけど、なんて書いてある？梅門様、いつも楽しく拝見しています。マネーフォワード年末調整をリリースして、すぐ動画にしていただきありがとうございます。お礼の気持ちです。これからも応援してます。マネーフォワード一度。ああ、涙が出てきた。ありがとうございます。ちょっと着替えてくる。あ、しまった。なんかお面持ってればよかったな。ヨシベみたいに、こう、かっこいいお面があればな。じゃーん。これで梅門もマネホの社員の仲間入りじゃ。これ着てマネホの面接行ったら受かるかな。マネフォワードさん、ありがとうございました。これで八百屋に行っていろいろ買い込んでも、あ、大丈夫です、袋持ってるんでって言えます。ありがとうございます。てかユニクロでこんなのも作れちゃうんですね。早くテコの専用 T シャツも作ってもらわないと。今社内でいろいろ考えてるんですよね。テコの T シャツ何印刷しようかって言って、ここに、丸め注意とか、なんだろう、ペーパルス年長。あと何？日の切り捨てはダメ絶対とか、ドーム知識が光るようなもの。ノーワーク、ノーペイとかね。まあ、そんなことはどうでもいい。マネフォワードさん、どうもありがとうございました。ちょっと写真も何枚も撮って一番写りのいいやつをお送りしたいと思います。